スローイン、さあこのボールこぼれたボールシュート、さあもう一度シュート、ゴール、同点ゴール、同点、残り1分、静岡学園高校ついに同点に追いつきました。森山司会生の同点ゴール、ついに静岡学園高校同点に追いつきました。このシーン森山、ゴールキーパー鈴木の脇を抜けていきました。松浦さん、いかがですか今のシーンは。そうですね、最後ちょっとクリアが小さくなったところ、対しまして静岡学園高校は後半39分、残り1分といったところで8番森山起死回生の同点ゴール、これで1対1の同点、延長戦に入っております。延長に入って1本目のコーナーキックは静岡学園高校、さあ低いボールクリアします、もう一度静岡学園高校、さあヘディングシュート、どうだ、決まった、ゴール、桜井ヘディングシュートが決まりました。延長前半開始わずか1分、どうですかこのゴールなんですが、はい、東海第一高校としましてはまだ集中力がない状況だったんでしょうね。桜井の綺麗なヘディングシュートが決まりました。この桜井、今日は何本もシュートを放っていたんですが、ことごとく跳ね返されていました。しかしこの延長前半の1分に貴重な同点ヘッドを決めました。さあ前へという東海大地トラップ、しかしここでボールを奪い取られました。スーッとライン際は上がってきます。さあ中央、塩川シュート、ゴール、塩川のゴールが決まりました。大喜びの静岡学園高校応援席、タイトなマークに苦しんでおりました、塩川が決めました。これは貴重な追加点になりますね。そうですね、松野さん、素晴らしいあのコースへ決まりましたね、はい、一旦の攻めに上がるタイミングですよね、はい、非常にいいと思いますよね。さあ、サビになった、あーっと、それからかぶさって打ってます。さあ、どうだ、シュートはゴール、決まった、前半の15分です、1対0静学先制。一瞬ディフェンスが甘くなりました。清水東高校、こちらは静学の井田監督です。ご覧いただきましょう、桜井の左足、桜井隆、2次リーグ以降4点目のゴールということになります。彼の持ち味だと思うんですけどね、非常に密集したところで相手の局面を崩すっていうのは非常に難しいんですけどね、はい、さあ高原が走り込む、高原また抜き、あー、カバーリング、なかなかこの辺のカバーリングの常に頭に置いています。さあ上がっていきます田川、そしておーっと中央ぽっかりスペースが空いていた塩川、ボールを持った、右のスペース空いている、流した、さあそしてワンツー、塩川シュート、ゴール、2対0塩川、前半の20分のプレーです。こちらは静岡学園高校の応援団、ご覧ください、この左サイドから清水東が攻撃にかかって、そして守備の意識が少し薄くなったところ、左から中央、右、そしてまた中央、西野さん、このパスワーク、そうですね、ここしかないっていうところに出てきましたからね、今はい、塩川武人のゴールでした。超うまいよね静岡学園。中央にこぼれ球、ヘリングで押し戻した、これはカオット、前に当たってシュート、ゴール、2点目。そのあたりでも自分たちのサッカーを崩さずということでしょうか。さあ森川、ディフェンダーの森川が上がってきてシュート打った、シュート、ゴール、5番の石田からまた桜井にボールが出る、桜井1人かわした、そしてシュートに行った、シュート強烈、
石井、さあ石井が店を突破してセンターに向かったヘディングシュート、ポストに当たりました。7番の石井からさあヘディング、もう一度ヘディングシュート決まった、ゴール深澤、さあ抜けたシュートがシュート小島気迫、さあもう一度抜けたシュート、ゴール、さあボールを持ったドリブルで切れ込むスピードがある、まだ1対1だシュート、静岡学園4点目、前を見た、どうだ、ゴール静岡学園先制、静岡学園高校、さあ左サイド抜け出たドリブル、ドリブル守っていくセンタリング、このボールシュート、同点、静岡学園のキープレーヤー森山敦史、3戦連続3得点の森山、日本人離れした柔らかなボールタッチはハイテクニック静学の代名詞です。卒業後はフリューゲルスに入団が内定しています。塩川もいます。さあこぼれています、こぼれている、こぼれている、9番の桜井か、7番の石井、シュート入った、こちらは大型フォワード、日本ユース代表の選手です。16番の木村から、その桜井、桜井トラップ、まだ持っている、シュート、ゴール、9番桜井が決めました。8番の新沼、桜井です、息を使う、11番の塩川、シュートレンジに入った、シュートこぼれている、入った、そのまま入った、10番の最後は森山、9番の桜井がまだボールをチェックに行きます。6番の倉抜きヒールで出した、さあ7番の石井、面白いボール入った、入った、決定的か、4点目、どうする、そのままドリブレイク中に入った、さあバントラップ、シュート、15番の久保田です。これは右中対石谷がいます。石谷がフリーになっています。平瀬はファーポスト、そうですね、ここでボールパスが合わない、呼吸が合いません、やはりはい、コーチとともにですね、戦況を見守りながらも監督としてのやはりハーフタイムに対するコメントですね、それらをこうずっと展開を時間を追うごとに記憶しながらですね、その中でどうまとめていくか、さあ抜けたぞ、このサイドがない、どうだ、シュートに行った、後方がどこへタッチしてよ、5点目、先制点は静岡、静岡学園が1点を先制しました。一度は止めたところ、しかし森山のフォローがありました。1対0、静岡学園が1点を先制しました。最も静岡学園らしい点の取り方でしたね。後ろからのスルーパス、完全に抜けました。一旦シュートは跳ね返りました。ここです。狭いところのワンツーですよ。7番の石井が抜けてキーパーが弾きます。森山がシュートに行きました。ゴールキーパー1回よく止めたんですけどね。そうですね、その後は対処しきれませんでした。ここです。あ、ゴールキーパーの足の間を抜けていきました。前半28分、静岡県代表静岡学園が1点を先制しました。1対0です。